はいどうも、北地のはるくんです。ちょっと今深夜の2時23分、結構夜遅いんですけど、最近フェルトがうちに泊まる機会が結構多いんですけど、今さっき喋ってたんですけど、ちょっとはるくん寝言をめっちゃ喋ってるよみたいに言われて、実際フェルトも結構喋るんですよ。それちょっと調べてみたら、寝言してる時にその人に話しかけると、なんか魂が戻ってこないみたいな、現実世界と夢の世界が区別つかなくなって戻ってこれなくなるみたいな、っていうちょっと噂というか都市伝説みたいのをちょっと耳にしたので、今回はドッキリではないですけど、フェルトはちょっと今おたげ撮影して寝静まったところなので、フェルトにちょっと検証してみたいと思います。それでは寝室の方に入っていきたいと思います。ノブここで寝てて、フェルトはこっち側ですね。寝てますね、完全に。フェルトは基本的に、全然寝てるとき動かないし、いびきとかも全然かかないで結構静かなんですけど、たまーにちょっとボソって意味わかんないこと言ったりするんですよ。死んでんじゃねってぐらい静かなんだけど、大丈夫かこれ。ちょっとそれっぽいこと言い出したらまたカメラを回そうと思います。ちょっと今動きがありました。フィルトがなんか今ボソボソってちょっと喋り出したんですけど、ちょうど1時間ちょっとぐらい経ったとこなんですけど、どうした？どうした？ちょっとなんかふうふうみたいな、自分で今フェルト的なこと言ってたような気がするけどよくわかんない。ちょっと今返事返ってきたか微妙なんですけど、ちょっと返ってきたっぽいんで、もしかしたらフェルトはここから黄泉の国に行ってしまう可能性があります。現実世界に戻ってこれない可能性がありますね。じゃあ起こしていきます。起きよう。おい、起きろ起きろ。現実世界と夢の世界が区別つかなくなって戻ってこれなくなるみたいな、戻ってこれなくなるみたいな、寝言してる時にその人に話しかけると、なんか魂が戻ってこないみたいな。起きよう。おい、おい、起きよう起きよう起きよう。おい、おい、起きろ起きろ起きろ。ん？起きろ起きろ起きろ。ここどっかわかる？何してんの？ん？ちょっと今寝言を言ってそれに返事をしたい、それに帰ってきたら現実世界に戻れなくなるかもしれないっていう検証を今検証動画撮ってます。何してんの？いやだから検証動画撮ってんだって。何？寝起きの知能低すぎだろ。何？いやだから今検証、さっき寝言の話したじゃん。そこで、フェルトの寝言に対して、もし返事が返ってきたら、現実世界に戻ってこれなくなるかもしれないっていう都市伝説を検証してみた。じゃあ検証結果的には、まああれが寝言かどうかちょっとわからないけど、寝言に対して、返事が返ってきたら、現実世界から抜け出しちゃうっていうのは、まあ嘘だったということですね。ということで、締めましょう。はい、それ誰編集すんの？え、ちょちょちょ、さあ飛び出す。